僕に光魔法を教えてください。ここにいられる間だけでいいんです。どうかお願いします。ドリーノベルス。普通に生きられることは幸福だ。これが僕の呪いだ。ただ普通に生きるため、少年は魔法を極める決意をした。うん、いい感じだ。師匠のおかげでだいぶ呪いを抑えることができてきた。この調子なら今のままでは半年どころか、もって2週間だったら、このまま死を待つよりもずっといい。信じろ、強く願え。死ぬ気で覚えた光魔法はきっと僕を守ってくれる。これでどうだ。明日も明後日も元気な体で大切な人たちと笑って過ごしたい。カルス様、もっと勉強したい。カルス、もっと体を動かしたい。カルス様、もっといろんなところに行ってみたい。カルス、僕絶対にすごい魔法使いになるから。師匠の選択は間違ってないって僕が証明するから。これは死の呪いを宿した少年がやがて祝福に包まれる世界一優しい英雄譚。余命半年と宣告されたので、死ぬ気で光魔法を覚えて呪いを解こうと思います。呪われ王子のやり直し。